ボブ・グリーシーはアメリカ合衆国インディアナ州エヴァンズビル出身のアメリカンフットボールの元選手である。クォーターバックとして1967年シーズンから1980年シーズンまでマイアミドルフィンズ一筋で14年間プレーした。パドゥー大学でカレッジフットボールをプレーしたグリーシーは1967年の NFL ドラフトでマイアミドルフィンズから一巡目全体4位の指名を受け、NFL 入りした。名将ドン・シュラの下、スーパーボウルに3年連続出場し、第7回、第8回スーパーボウルを連覇した。1984年にカレッジフットボール殿堂入りし、1990年にプロフットボール殿堂入りした。マイアミドルフィンズでの背番号12は永久欠番になっている。引退後は、NFL やカレッジフットボールの試合で解説者を務めた。第6回スーパーボウルに出場した際は、自陣38ヤードからのプレーで、ボブ・リリー、ラリー・コール、ジェス・ロピューからプレッシャーを受けて、リリーにサックされ、29ヤードをロスした。29ヤードロスしたプレーは、スーパーボウル記録となっている。1972年、マイアミドルフィンズが、シーズン無敗で第7回スーパーボウルを優勝した際の QB である。この年、エース QB のグリーシーが5試合目で負傷し38歳のベテラン QB、R モラルが交代出場。その後、レギュラーシーズン残り試合すべてで先発したが全勝。プレーオフのクリーブランド・ブラウンズ戦でもモラルが先発した。グリーシーはピッツバーグ・スティーラーズとの AFC。チャンピオンシップゲームで交代出場、第7回スーパーボウルでは先発に復帰した。翌年の第8回スーパーボウルでも優勝している。スーパーボウル3連覇を目指した1974年はディビジョナルプレーオフでオークランドレーダースと対戦、ケン・ステーブラーからクラレンス・デイビスへの TD パスが試合終盤に決まり敗れた。このプレーはザ・シー・オブ・ハンズと呼ばれている。2013年解説者となったブライアン息子のブライアン・グリーシーはミシガン大学に進学し、1998年1月1日に行われたローズボウルの MVP となった。この試合は父親であるブライアンが解説を務めた。ブライアンはその後 NFL のデンバーブロンコス、タンパベイバッカニアーズでプレーした。ありがとうございます。